マイプロジェクト TV の井戸源です。先日 F1 からレースクイーンが消えるとのニュースがありました。フォーミュラ1の公式サイトは31日、2018年 F1 世界選手権シーズンの開幕戦メルボルングランプリからコース上でチームのプロモーションの一環として採用されてきたレースクイーンの活動を取りやめると発表した。 F1 商業部門を担当するショーン・ブラッチス運営責任者は、レースクイーンの起用は F1 グランプリにとって数十年にわたって定番となってきたが、この慣習は我々のブランド価値に合うものではなく現代の社会模範とずれているなどと説明した。F1 のグリッドガールっていうのはレースクイーンという言葉からこうイメージしちゃうような、こう、まあ、水着みたいなのを着た人たちじゃなくてね、 F1 自体が VIP の社交場であるというか格式ある舞台なので、そこに晴れてグリッドガールとして立つことができる女性っていうのはオーディションでね勝ち残ってきたこうモデルさんよ。あれあの場にね立てない人もいるし、あそこに立ってる人はもう誇りを持ってやってるわけじゃない。それを女性差別って言うんだったら、チアリーダーも女優もアイドルもダメでしょうか。私だってその場に立ちたいのに、立たせてよ。プライド持ってやってるわけよ。それを差別だって言う人の方が、男どもの格好のになってるレースクイーンの人たちって本当にかわいそう。そっちの人たちの方がグリッドガールを見下してるじゃんね。とはいえ時代の流れで世の中のいろんな声に対応していかなきゃいけないわけで、ついに F1 が大きな決断を下したということになります。ただでさえね、こう自動車レースの代名詞とも言える F1 がその大きな存在ゆえにねなくしてしまうっていうのは、これ大きなインパクトがあるわけです。そこで今日はリクルスの法則をご紹介します。リクルスの法則とは、問題を解決するために4つの視点から上手に無駄をなくす考え方のこと。フェミニスト団体がレースクイーンやめろって騒いでるんならば、リクルスの法則の頭文字になってる4つの視点でその問題をクリアにしてみましょうと。グリッドガールの仕事の目的っていうのは、オイルと焼けたブレーキの匂いとか、あとはピリピリした緊張感漂う現場で綺麗な女性を使って効率よくその場を華やかにしようとしていることね、そういうことだと仮定しましょう。まずはイリミネート、それいらなくねっていう考え方。この間の TOC の動画で言うならば、ボトルネックなくしちゃおうぜみたいな観点ね。そもそもグリッドガールなんていなくても F1 は十分華やかじゃねえかと、つまり本当に必要かどうか考えるわけだ。次にコンバイン、一緒にしちゃおうぜっていう考え方。グリッドガールじゃなくてもグリッド上には華やかなトップレーサーがいるじゃねえかと、レーサーがグリッドガールと兼務することで同じ華やかさは提供できるだろうみたいなね。そしてリプレイス、入れ替えられないかっていう考え方。グリッドガールじゃなくって男性にその役割を託すみたいなね。役割とか作業を入れ替えることで何とかしようっていう改善方法。最後がシンプリファイ、単純にしたらいいんじゃねっていう考え方。省略して負担を減らしたやり方で同じ結果を出せないかどうかを探る方法。女性限定にしてるから問題なわけで、もっとシンプルにね、誰でもできるにしたらどうかとか、抽選とかね。だから両親も見てるんだってこのチャンネル。仕事とか学校とかでももっと効率よくやろうとした時に、今のやり方を改善しようとすることはあると思うんですが、リクルスの法則を考えることで上手に手抜きができて同じ成果を上げることができるわけだ。ちなみに今回ご紹介した順番で改善策を考えていくのがコツです。下に行けば行くほどその改善効果がね小さくなっていくわけなんです。そして上のものほどインパクトがでかい、つまりイリミネート、なくしちゃうことで得られる改善効果の大きさは他の3つでは実現できません。レースクイーンがいなくても今までと同じように華やかさを提供できないか、根本的な考え方は今のやり方で成し遂げている成果を他のやり方でも同じ結果出せないかって考えるっちゅうことだな。リクルスの法則の4つの観点から上手に手を抜き、そして同じ結果を出す、それができるやつだ。ということで今日のおさらいです。リクルスの法則とは4つの視点で無駄をなくし作業を改善させる考え方のこと。できるやつはリクルスの法則で常に他のやり方を探っている。最初にそもそもの目的をまず考えているところも重要なポイントで、普通効率上げるとかね、改善しろとか言われたらコストを削ったり闇雲に無駄を探すみたいなことをやっちゃうわけですが、最初にそもそもレースクイーンの目的ってなんだっけって考えることで、その目的を果たすために不要なものを広い視野で考えることができるわけだ。仕事にも勉強にもぜひご活用ください。チャンネル登録よろしくお願いします。